What is up? It's time for Blue Lock episode 12. Finally, stage 2 is going to start, and they can no longer help each other out and be a team. Now they have to play all singly to get through this stage. And I wonder who's going to make it, who's not going to make it. Honestly, I'm super nervous. If you guys are new to the channel, make sure you like and subscribe. Let's get into it. よし、いける。大丈夫、いける。俺の武器は通用する。うわ、うつ。データを集結させた AI ホログラムゴールキーパーブルーロックマンシステム担当直入に言います。エゴさん、もう予算がありません。シャープアンリちゃん、ここまで誰かのゴールで生き残ってきた者にとってはふるいにかけられる90分となるだろう。武器の使い方をテストしろ、そして上達を実感しろ。この部屋を出るときお前らは次の次元のストライカーとなる。上達する子は如実に上手くなってますね。すごいですこのトレーニング。感心するのはまだだよアンリちゃん、本番はここからだ。落ち着け、やることは同じはず。うわっ、早っ、すぐ回転かかったしミートすんのむず。状況把握、反応、シュートの精度とクオリティ、そしてそれを90分間持続させる体力、心技体を兼ね備えなければここを突破することはできない。でも今になって初めてちゃんと分かった気がする。俺がゴールを決められたのはいつもバチラのパスがあったからだ。いつもディフェンダーを引きつける壁になってくれて、ちぎりがいつも俺の視野でパスを待ってくれてて、一人で戦える強さが欲しい。能力を集約させろ、やるべきことを厳選しろ。研ぎ澄ませ、行くぞ。今の俺に足りないのはミート力か。バチラからのパスは打ちやすいボールだったけど、この部屋のボールはミートするのが難しい暴れ球。最後の一瞬、全意識をインパクトポイントへ。Let's go, baby。あの子、急激に上手くなってる。今自分の進化に震えてるはずだ。俺はまだまだ強くなれる。ここがセカンドステージ。うん、凪とレオもいる。そうか、3人1組だから残鉄を待ってるのか。ああ、潔だ。あと一人誰にする？え？俺と潔とあと一人。こいつ俺のこと勝手に同じチームにしてるやん。まあいいけど。いいね、でも三人だからどっちか一人としか組めないよ。どっちがいい？ねえ潔陽一、俺らと組まない？え？俺らのチームにな。おいおい凪、組みたいやつってこいつのことだったのかよ。あっち行く？行くわけないだろ。おう、オッケー。すまんなり、俺が潔のチームに入る。え？は？それならいいでしょ。
何言ってんだよ、ナギ。 What? 俺はこいつとサッカーがしたい。No way, dude! What? 国神かちぎりが仲間になってくれれば心強いのは間違いない。それが得策なのは分かって。でも来いよ、ナギ。Oh crap! Oh my god! What? よろしく、ナギッチ。よろしく。ちょっと悲しそうだったね。あんた、意外と薄情のタイプ？ブルーロックって、そういうとこでしょ。そうだ。ここは、エゴイストだけが生き残る場所。この3人が、That's a team right there, baby! つーか、うちら最強っしょ。行くぞ。3対3のチームバトルだ。いきなりこいつと。その辺にいる奴らに聞いたら、もう先に行ったらしい。潔とバチラとナギが3人だ。マジかよ。1個提案があんだよ。ああ、ちぎり。それ多分俺も同じこと思ってるわ。組もうぜ。そして勝利したチームは相手チームから1人を指名し、その選手を奪って新しく4人のチームを作ってもらう。そしてステージを上がっていくごとに仲間を増やし、5人組を作ってフィフスステージにたどり着いたチームが二次セレクションクリアとなる。これがライバルを奪い合う二次セレクションの全貌、ライバルリーバトルだ。なおどのチームと戦うかは自由だ。だったら無理にあいつらと戦わなくてもいいってことか。勝ったら一人奪えるなら、仲間にしたい奴がいるチームと戦うのもありじゃない。もちろん今回はフェイクでも何でもなく、ファーストステージをクリアした順のランキングとする。ライバルを奪い合う戦い、こりゃまたエッグイルールだね。要するに勝って5人集めたらクリアってこと。どうしよう、どうしよう。ああ、やりたくないな。やるなら4号6位のやつだろ。それが一番おしゃだ。つうかそこにいる芋臭いやつらに勝った。なんなんだあいつら、仲間じゃないのか。おしゃ、おしゃれってことでしょ。俺にとっちゃ踏み台なんだ。このブルーロックも、すべては日本代表になって兄貴を超えるため、愛しさえは潰すことが俺のサッカーのすべてだ。変な奴しかいなくない。生い立ちまでおっしゃか。俺のチームメイトとして合格だな。誰でもいいんだよな。Oh my god! Oh my god!